伊予市下三谷のウェルピア伊予で増田純次店が開かれています。正木町出身で現在は東京で働きながら絵を描き続けている増田さん、今回は自身初の個展で水彩や油彩、パステル、ペン画などおよそ50点が並びます。僕と父で、父もちょっと絵を描いているもので、アトリエをちょっと家の庭に建てまして、そこで2人展をここ10年ほどで、8回9回ほどやっておりまして、それを見ていただいたちょっと、先生にちょっとここで個展をしないかとご紹介をしていただきまして、開くことになります。結構細かい部分意外といろんなこと書いてるんで、意外と時間を見て隅々まで見てもらうと、あ、こんなこと書いてるんだっていうのが結構面白いかなと思って見ていただければと思います。会場には精密に書き込まれた独特の世界観あふれる作品が並びます。この展覧会11月27日までウェルピア伊予市民ギャラリーで開かれています。